はい、マスオゲームズです。はい、皆さん今日はですね、こちらスーパーマリオオデッセイ、スーパーマスオデッセイパート4をやっていきたいと思います。もう自分で突っ込まないです。今のね、ギャグに関しても。まあいいや。はい、ということで続きからやっていきましょう。前回は砂漠に、ね、砂漠の街をね、クリアしたと思ったら、はい、こちら砂漠に開いた大きな穴が出現しました。今回はこちらをねクリアしていきたいと思うんですが、この砂漠がですねすごく寒いことにまたなっちゃいましたね。これ敵？あ、敵だわ。敵が普通に出てくるようになった。で、セーブポイントあっちにあの街、あれ前やってなかったのかな、セーブポイント。で、寒いんですけど、ちょっとねここで装備を整えたいと思います。装備っていうか、お着替えなんですけど、結構買ったか、ゲットしたから、じゃあこのガンマンの服と、あと、着替えて、ガンマン帽子。どう？で、あと、ステッカー？あ、コインが足りないって。かたどった名品、これを買おう。これどういうことがあるんだろう。よし、ということで買いました。で、着替えたんですけど、イエーイ、今回はガンマンになっていきたいと思います。これ確か写真撮れるんだよな、こうやると。撮影で、あ、傾けるとかできるのかな。おお、いろいろこうね、ズームイン、あ、サムネイル用にいいですねこれね。じゃあ行きましょうか。はい、ということで出発！寒いなきも営業するすなぁ。トコ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 。マップを見ると便利っすなってことで。ほら、凍っちゃってる仲間とかかわいそうだけど。あー、お化けが来る。トト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 。まあ、マップでね、移動することも多分できると思うんですが、ここまではさすがに行けないんだな。歩いていきましょう。えい、プリン。まあこのね、塔みたいなところは前回クリアしたところなんで、とりあえずは何もやんなくていいかなと思うんですが、あれは毒でしょ。敵がいっぱいだよ。あ、これも取ってないわ。ムーン、スタームーンだっけ。あ、いててててててなんで食らってんじゃん俺。あー、やめてー、ゾンビだー。ここで呼ぶか。ちゅう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 、ちょっとバスを呼んで、ライオンバスを呼んで、はい、これでいきましょう。たた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 たいくぜー。お、また滑るところだ。地下のあっちにゃ死んでー。これむずいんだよな、ほんとに。トク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 、滑る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 、ゆっくりゆっくりゆっくり、いいよ、オッケー。で、これで壊れて、これどこまで来るんだい。あぶないあぶないあぶない、トク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 、よし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 、スメ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 ス、いいぞ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 。あー、クリボー、あー、あ、滑んない。おお、滑らずにいけるって。一回やめて、あー、危ない危ない危ない、これ壊さなきゃいけないから。あー、ごめんよー、倒してしまった。よし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 、コインコイン、危ない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 、滑る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 からの、あー、滑る滑る、さらに滑る、よいしょよいしょ、よし、これどっちに進むべきなんだろう。すごい、あ、待った、これで危ない、すげえ。あ、これをやることによって進めるようになったんだね。あぶねえ、無限ループだ。おお、なんだお前ら。おお、
あ、もしかして、おお、すごい、みんなすごいよこれ。よし、あ、食らっちゃうんだこれ。おい、よし、乗るぞ。すごいことになってる。あ、そっか、一体もこう倒さずいけば。あー、危ない。よし、あ、届かない。一体倒しちゃったから届かないよ。よし、あ、届いた届いた、やったやったやった、ジャンプすれば届くね。よし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 、あ、危ない、落ちる落ちる落ちる。あと一つ、あと一つ、あー、あー失敗くそ、次はうまくやるぞ。嘘、またこっからなの。これ慎重にいかないと大変なことになるぞ。もう次はね、サクッといきましょう。もう取ってあるから。よし、ピュンピュン。あ、ていうか次動い作動してないから楽じゃん。 OK。 あ、こんなところにもあった、やったー。あ、気づかなかった。あ、これであれか、解除するのか。いけ、ちげ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 、あー、食らった。え、これどうやんの。解除して帽子投げてジャンプ、むずくね。いきます、せーの、解除、やったー、タワークリボー。もう一回、あー、やめてやめてやめて。よし、タワークリボー難しかったなこれ。へえ、あえて作動させないことでこれ取れるんだね。結構あるね本当に。やったー、背高い、全部取れたぞ。これで進めばいいや。よしよし、いいね、タワークリボーだ。ダメか、タワークリボーのままじゃダメなのか。ああ、危ない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 、バイバーイ。ここもなんか上に何かありそうだよね、コインあるけど。ああ、そういうことか、こっちに移動して、でこれをキャプチャーして、2回かい。でまっすぐ進めそうだけど、こっちになんかありそうだよね。やっぱなんかあった。危ない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 、大量のコイン発見。あっちに宝箱ある。ただあれ、こっから進んでいけるのかな、登れるのかな。よし、トロ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 、いけ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 。よしよし、ゆっくりゆっくり。あ、まさかの出てきたよ。もうちょっと手前か、すごいね。あー、違う違う違う、むずいこれ。よし、普通に進めた。よっしゃ、宝箱を発見。すぐぐるぐるできた、やったー、地下神殿の宝箱。逆サイドにはないし、もう良さそうだよねここね。よーし、飛べ。あぶねー、今見ました、ギリギリ、超ギリギリセーフ。よし、とりあえずいいだろう、進めーい。ヒュー、地下の最深部、大仏さんがいるけど、なんかあるのかな。
特になんか隠し要素的なのはなさそうだね。ぴょいっと。ういまた。よし。壊して。おお、なんか綺麗なところだね、ここね。すごい。イェーイ、マリオだよー。お出てきた。なんだなんだ、わしの大事な指輪を盗んだのはお前か。違いますよ、僕じゃないよ、僕じゃないよ、僕じゃないよ、クッパさんだよ、クッパさんだよ。いで、あ、そういうこと。あ、いてていていて、あ、キャプチャーできた。ウィーウィー、あ、はい、どうだ。そういうことね。お、大仏が、うわー、はいよー、うー、顔だ顔だ、顔が顔が、ちょ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 、やめて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 、危ない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 、なんじゃそれ、聞いてないっすよ、聞いてないっす聞いてないっす聞いてないっす、いいでーっつって、危ない危ない危ない、うぃー、へへへへ、おいっす、いいぞー、顔でごぼくにしてやるぜ、任せな。あー、また来たー、あー、やばい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 、やめてー、あー、二つ挟まないで挟まないで、合掌いただきますじゃない、違う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 、いただきます、となになになに、また、うわー、危ない危ない危ない、あー、くらった、やばい、まっそう、やばい、危ない危ない危ない、マジでやばい、マジで、オッケー、くらうな、くらうな、くらうな、おれー、かわいそうだよ、なんか、え、壊れちゃうの、盗んだ大仏を、わしの盗まれたやつを怒ってるだけなのに倒したら壊れちゃうかわいそうだな。いや、まあゲットできた、やったぜー、砂漠に開いた大きな穴、イエーイ、お、いやあ、あ、つい、いつもの砂漠に戻ったんだ。この勢いのままクッパを追いかけよう。パームーンは足りてる？地球儀に僕をかぶせてみてよ。ブイーン。めっちゃ取ったと思うけどね、俺ムーン。これ1ステージにどれぐらいあるんだろうね。イエーイ、オデッセイ号がパワーアップ、あ、行き先が分かれたよ、クッパはどっちの国に向かったんだ、どうしよっかな、ただ今の砂漠の国行きたいんだけどな、もう一回どっち行こう、森の国、湖の国に行こうか、湖の国だね、僕もそう思うよ、ただ一回ね、あの砂の国に一回戻りたいと思います、というのもさ、なんかいろいろ気になってたところがあるからさ、俺タクシーとかさ、ハハハハハ、ほい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 、ワンツーワンツーワンツーツーツー、ごめんね、あ、ここもともとさ、氷だったところだよ。そう、ちょっと旅の先も気になるけど。
都市の国までお送りできないって。都市の国っていうところがあるんだね。お、ここもほらほら、やっぱさ、クリアしてもさ、その街をちょっと探検するの重要だよね。あ、まだこれ溶けきってない。もう氷漬けはコリゴリっすなーっつって。おお、いやー、砂漠の国楽しかったね。で、俺来たらね、この辺りなの。この先の辺りにあるんだよね、ちょっとしたところが。あ、まあいっか、いくぜー。あれ、じゃあここまで飛びましょうか。なんかね、氷漬けにされてたところがあったから、そこだけちょっと気になるんだよね。 OK、 ゴー。あ、紐が、ここがあれか。危ない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 。あれ、どこだ。そう、この辺り、この辺り。そう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 、やばいやばいやばい。オッケー、やっぱあったね。あ、もうここ取ったところだ。で、ここにタクシーが止まってたんですよ。ここが砂漠に開いた大きな穴なのか。そうなのか。あ、そうっぽいっすね。へえ。あ、さっきのところだ。地下の最深部。なんで敵出てくんの。おー、え、あれ、ここってさっき言ってたところ、ボスのところかな。同じところかな。地下のあっちに死んで、あ、逆走してるんだね、これ。ただ逆走してるだけでした。あ、これ鳥さん。じゃあ戻ろっか、オデッセイ号。よし、ではいざ次の国に向かうぞー。他の国に行く、行く。湖の国へゴー。どんな国が待ってるのかな。湖の国だから水っぽい国だと思うんだけど。いいよね、この飛行機、俺結構好き。わーおー、ちゃんと着替えが反映されてる。ティアラに続いて結婚指輪まで。心配だ、早く追いかけよう。さてさて、これでも読んでおこうかな。旅のワンポイントアドバイス、帽子投げホーミング。帽子を投げている時にさらにプロコントローラーを振ってホーミング。帽子が近くのものにめがけて飛んでいきます。投げた方向がずれた時に便利です。だって、ウェディングドレスがね、その湖の国ではあるらしい。果たして、おお、綺麗な、すげえ綺麗なところだ。人魚がいる。古城のブルーダルズ。あいつらを倒しに行くと。はい、ということでですね、今回短いんですがこちらで終わりたいと思います。次回このね、ブルーダルズを激破しに向かいたいと思いますので、ぜひぜひ皆さん見てみてください。今日短め、はい、ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。チャンネル登録、高評価、よかったらお願いします。他の動画もぜひチェックしてってね。